あの家電メーカーが食材の宅配事業に新規参入です。シャープのできないことを、どうやったら実現できるんだろうというところを考えていったときに、今回やっぱ他社様と連携して、新しいことをやっていこうと。シャープは有名レストランのメニューを自宅で味わえる食材の宅配サービスを来月中旬から始めます。食材は下ごしらえがされていて、シャープの調理家電に入れるだけで本格的な料理ができるということです。弁当などを自宅で食べる中食市場の拡大に着目したサービスで、料金は2、3人前で3800円からです。